皆さんこんにちは。フォーユーザーズ SEO コンサルタントの井端です。本日はですね、ブログに個性は必要か不要かっていう話をしたいと思うんですけれども、私の見解だとブログに個性は絶対に必要です。その理由についてお話しましょう。まず前提としては、皆さん個性とキャラ付けを混同している。私は確かにキャラ付けには反対です。例えばブログでやたらこうポジションを取ったりして、あ、僕はまあ SEO のブログ今まで300本書いてきて、あ、で、まあ、この前も生徒からこう言って言ったそのキーワードに対して私がこう なんていうんですかね、こういうポジションの人だとかって、そういうキャラ付けですね。あるいは最近流行ってるのが、まあ YouTube とかでよく多いんですけど、底辺何々とか、まあ YouTube では必要だと思うんですよ、キャラ付け。絶対必要だと思うんですけど、ブログにそういう、底辺ブロガーとか、ママさんなんとかとかって、ある程度の共感を呼ぶと思うんですけど、ある程度のキャラ付けはいいんですけど、極度のキャラ付けは NG だと思います。文章でも出てきますからね、キャラ付けを隠しちゃうと。そういうのは反対です。ただ、ブログに個性は必要かって言ったら、絶対必要ですよ。なんでかっていうと、簡単です。皆さんね、今、アフリエーターも、企業も、ブロガーも、あらゆるキーワードを攻めてきてますよ。もはや、ブログのあらゆるキーワードで、レッドオーシャン、競争が激化してるんですね。で、その時、ほとんどのブログっていうのは、やっぱりツールを使ったり、あるいは書き方のフォーマットがあって、みんなそのフォーマット通りに書いていく。するとどういうことになってるかっていうと、Google で SEO 上位のものはまとめ記事ばっかりだっていう、結構非難とかも最近ニュースになりましたけど、つまり似たようなまとめ記事ばっかりになってくるんですね。言っておきますけど、 Google は苦しんでるんですよ、まとめ記事ばっかりで。で、なぜかっていうと、 Google のその時のアルゴリズムで見ると、やっぱりまとめ記事しかなくて、まとめ記事を上位にせざるを得ないんですね。じゃあその時何が重要になるかっていうと、個性です。強い個性のあるブログって Google から見た時にSEO 上位にせざるを得ないんですよ。だから個性はすごい大切なんですね。じゃあキャラ付けもしないのに個性ってどうやって出すかっていうと、個性の出し方が違います。何も個性ってね、キャラだけじゃないんですよ。例えばそのブログを見ると必ず体験談がめっちゃ書いてる。このブログ記事を見ればどの記事見たってその人が実際に体験した写真とか体験談が書かれている。あるいはそのブログを見れば必ずどうすべきかっていう主張がある。ペットのブログとかだったら必ずオリジナルの可愛い動物の写真がある。これも個性ですよね。なのでキャラ付けではなくて、その内容に個性を持たせる。なんで個性を持たせるかっていうと、まとめ記事ばっかり出てきてる。そうすると Google もどれが上位か分かんない。そんな時に強い個性っていうのは体験談、主張、独自のコンテンツっていった個性のあるブログっていうのは Google からも目立つんです。だから強い個性っていうのは重要なんですね。だからあなたも個性を持ったブログを書いてください。だってせっかくブログ記事書いてんだから、もちろん収益のためですよ。企業の収益、個人の収益、まあ自己実現のためっていうのもあるんですけどね。なんですけれども、やっぱりブログなんだからクリエイターですよ。あなたもクリエイターだし、僕もクリエイターなんですよ。クリエイターだったら個性重要ですよね。そしてそれが Google から評価されて多くの人に見られていく。これ聞いたら個性めっちゃ大事じゃないですか。なので SEO のブログ記事にだって個性はすごく大切です。個性を大切にしてみてください。ただしその個性っていうのはユーザーから見たら無駄なキャラ付けとかではなくて、体験談が書いてあるとか主張があるとか、そういったところで個性を出してみるっていうのはいかがですかね。本日は SEO ブログ記事に個性は絶対必要だっていう内容を解説しました。ちょっとブログ書きたくなったでしょ。なので一緒に個性のあるブログを書いていきましょう。ブログに個性は絶対重要です。私のこのチャンネルを初めて見たっていう人もいると思うんですけれども、私はまあ SEO コンサル、まあ6、7、8年、まあ、やってて、あらゆるキーワードで SEO 上位にしてきた、主に企業向けのコンサルティングをやってます。そして個人でもアフリエイトをやってます。その私の実体験をもとにしたチャンネルで具体的な事例を紹介したりしてますので、ぜひですね、チャンネル登録して毎週水曜日と土曜日ですね、夜9時からやってるので、尺は短いんですけど、きっとあなたの明日の SEO ライフに活かせる内容があると思うので、ぜひ登録してまた会えたらいいなと思います。そしてよかったら高評価も押してくれればと思います。では本日は、ブログに個性は必要だっていう話でした。やっぱり個性くらいないとつまんないですよね。頑張りましょう。どうもありがとうございました。